なんで俺は笑顔で見つめていたの、あの大会を。大人も子供も姉さんもごきげんよう。ゴールド。はい、ということで化け物島での一日がスタートいたしました。ということで皆さん、今回の動画をもちましてチャンネル登録者10万人突破いたしました。本当にありがとうございますね。まあ一応ね、10万人いってもとりあえずは、まあ、平常運転していきたいんですけども、全然さ、ちょっと作ってなかったんだよ。ちょっとそれもまた後々考えてお礼させていただきたいなと思うんですけども、まあ、今回こちらのトモコレの方でもやっぱ10万人いたってことで、10万人を祝うキャラクター2のね、まあ、作っていきたいなと思うわけなんですよ。ということでね、早速作っていきましょう。はい、ということでね、できましたね。10万おめでとうって俺あだ名だから、名前は登録者10万おめでとうございますって俺名前だから、ほんとね、俺の登録者10万人っていうのを祝うためだけに生まれてきたっていうね、そのためだけに作り出されし男。こちらね、こいつの顔をよく見てもらえば分かる通り、この髪の毛ね、これが1ね、左から1で、目が0、鼻の穴0、0で、目0でね、髪の毛1、これでね、10万1なんだよ。だからまあ一応もう10万1登録者いってるからいいんだけど、まあこれで一応そこもね、再現しているという。でも、ね、口んとかしたらさ、なんかちょっと、110、100ってね、一応まあ、ノリ系、ワイワイ画だっていうことで。ただ、お祭り男だから、こいつは。で、そのためだけにもう生まれたんだから。それ以外はもうこいつ用なしだからね、マジで。まあまあ、一応こいつ使っていこう。俺も忘れないためにね、10万のその気持ちを、達成の気持ちをね。あ、来た来た。いや、怖えなぁな。ちょっとこれ、都市伝説化しそうだもんな。ちょっと周りのさ、近所の小学生たちからさ、マジで怖がられるやつだから。ありがとうございます。ありがとうございますね。もう早速祝ってくれたから。もう名前が祝う名前になってくるからね。ということで、まあ、あいつのことは忘れよう。そのうちなんか面白いことしでかしてくれるだろう。あいつに祝ってもらわないとダメなんだから、俺は。ね。ということでね、まあ今回もイベントをまず見ていきましょう。なんか観覧車でイベントが起きてんだよね。はぁ、福袋か、出た。いや、今度エンジェルかよ。もうなんか絶対嫌な予感しかしねえよ。なあ、炭老師、ヒロシ、エンジェルって。なんかどいつも売ってるやつやべえやつばっかなんだよ。まあ、買ってみるか。でもエンジェル金持ちだったからな。大金持ちだから。一つ目の中身は何でしょうか。おお、シャンプーアート。いやー、でもちょっとゴミくせえぞ。シャンプーアート、今値段で言えば100円レベルだからね。100均で買えるんだから。二つ目。お、これすごいじゃん。お宝、ガラスの靴。え、これだけで元取れんじゃねえの、もしかして。三つ目の中身。コーラ。まあ、で、今んとこガラスの靴を除いたら、まあ、言うて200円だな。ガラスの靴さ、売ってみようよ。ねえ、これが5000円以上の値段がつけば、俺は利益を得ることができるから、あれはもう最高の福袋だってことだよね。ちょっと売ってみるか、ガラスの靴。いくら？じゃあ、いくら？ 3000! おい、負けてんじゃねえかよ。ふざけんなよ。もういいわ、売るわ、もう。なんだよ、もう。ゴミじゃねえ、ゴミ袋じゃねえか、あれ。なんか、面白い服あるかな。着崩れた仕事の服。これ、ヒロシにいいんじゃない？ねえ。ヒロシこれ着せようが。ねえ、なんかヒロシが家帰ってきた時みたいになるから。これ買おうか。ちょ、待て待て待て。なにこれ。え、メタリック全身タイツ超欲しいんだけど。買うか。誰かに着させよう。これは、いいでしょう。ちょっと待って待って。やべえ、家売ってんだけど。何これ。冷たい飴スタイル。ね、ちょっと。これ買おう。これ絶対いいじゃん。これ買おう。ちょっともうね、これをあげるやつ決めたから。おい、野原ひろし。なあ、いや、そんな話しかけてなかった。ねえ、ちょっとひろしにあげたいもんなんだよ。ひろし、これ着てみて、ね。絶対ぴったりだと思う。ひろしに。ねえ。いや、そう、いいじゃん。めっちゃ合ってるよ。なんで気に入らないんだよ。なあ。お前の仕事着だろ、それは。なあ、ヒロシ、まだプレゼントあるんだよな。いや、よくはねえだろ。なあ、どこが？マジで今ん中さ、一番嫌な部屋だから、これが。まあ一応見ていこうか。うわあ、すごいね。これどういう原理を振ってんだよ、これは。うわあ、これは悲しいな。いや、快適じゃねえだろ。どこが快適なんだよ。なあ。
快適なとこが一つも見当たんねえぞこれ。なんかめっちゃ気使ってくれたんだろうな俺な。あ、レベルアップしたヒロシが。ヒロシにはねアイドル曲あげるからねぜひ歌ってくれ。待って待って、なんか関根の人がなんか取り憑かれてんだけど亡霊に。ちょっと何があった。うわ音がやばい、音が何どうしたん。いやお腹の中見せて。うわやべえじゃんこれ、絶対なんかかかってんじゃん病に。なあ風邪ひいたんかな。ああ腹に、いや悪そうだったよな。おめえの腹見たらやべえもんが体内に寄生してたぞ。いやほらこれ一発で聞く一応よくな。もう死ぬぞお前ら、そろそろな。薬一気飲んだら。あ消滅した。やる気弱すぎだろなあ。穏やかな効き目がってだいぶ強力だったぞ効き目が。どこも穏やかじゃなかったぞ。じゃああの素敵な人にもアイドル曲あげるからねえ、ヒロシとさカップルユニット組んでくれ。ちょっと待って待って、どういうこと。プリティーボーイがストレッチしてさ、エゾちゃんケツ書いてんだけど目の前で。ちょっと待って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 、いやなんで気づかねえの、なんで気づかねえの。なあ顔っていうかまあ手がね肩かな、カニしついてんぞ、どういうことだよ。え、お前何があったの、ね、なかなかそうそうねえぞそんな状況。カニついすよ。あ、これ俺の声なんだ、ついてるぞ。通って通って自分取れよ。いや何が起きたんだよこれ。ああ、いや非日常的すぎんだろさすがに状況が。なあちょっと待って、すげえ俺がなんかルンルン気分じゃん、ちょっと。シンクロしてんのかな、ねえ、分かっちゃった。ねえ、じゃあ遊ぶか。ねえ、コアラ VS コアラの仁義なき戦い、やってやるぜ。モザイクイズ、これ分かりやすいんだよな、モザイクイズは。なんか軽快な喋り方だな。売れ残りに決まってんだろ、こんな。売れ残りしかいねえだろ、こんな。なあ。しかもさ、今選択肢なんかコアラって言ったけどさ、答え見えてんじゃねえかよ。なあ、その時点でお前の選択肢を選ぶことはねえんだよ。いちいちウィンクすんな、恥ずかしいから。ヒロシだろ、なあ。ちょ、タンロウシも怪しいけど、顔の長さ的には。なあ。ヒロシだよな、そらな。あんな顔投げのヒロシしかいねえんだよ。わかりやすぎんだよな、このクイズ、毎回毎回。ああ、難しい。プリティボーイじゃん。なあ。こんな髪型したのこいつしかいねえんだから。気持ち悪い。よく見たらすげえ気持ち悪いじゃん。生首だけで。なあ、やめろやめろ。プリティーボーイの生首の横ではしゃぐな。お、なんかもらえんだ。どうしようかな。俺のことだから、俺の気持ちを読めばいいんだよな。多分、俺って結構、大きいものって、あまりね、買うことないんだよね。だからね、俺のことだから、多分結構小さいものにかなりレアなのが入ってる。ほら婚約指輪。なにこれ。え、お、待って、よくよく考えたさ、え、俺自分から婚約指輪もらったの、どういうこと。これなんか使えんじゃない、婚約指輪。売れんでしょこれ。あれかな、結婚させられることできんのかな、これあれば。めっちゃいいじゃんそれ、どうなんだろう。なんかそうだよな、そう信じた方がいいよな。あー、お前からはいつもなんか教えられるな俺。お、遊園地に誰かいいんじゃん。待って、どういうこと。あ、そうだ、こいつは友達だったんだ。いや、なんか、楽しそうじゃん。なあ、ちょっとまあ、なんか俺も少し、まあ、ほっとした部分はあるよ。正直な。お前もなんか、友達認定されてさ、売れ残りから、熊友の動画でね。でも、バケコレではさ、まあ、このイザベラとさ、すげえ、まあ、仲良くやってるって。よかった。ねえ、楽しそうじゃん。いい二人だよ。噴水でもイベントやってんのは、どういうこと。もっとさ、10万人。待て。お前、俺の10万人、祝わないで何やってんの。まあ、かだよ、か。いや、考える必要ねえって。いや、そう、早く気づけよ。何この茶番は。何このクソみたいな大会。なんで俺は笑顔で見つめていたの、あの大会を。なあ、さすがに突っ込めや。まだイベントやってんだよな。あ、まだしりとり大会続いてんのか、もしかして。あ、俺だ。俺スワンローシ。食べ物しりとり。あ、いいじゃん。いいよ。難しいかな、ガワ。あ、熱い。ムールガイ。
コアラ、頑張れ。ちょ、待て、諦めんな。なあ、あるだろ、いろいろ考えればよ。虫捕りとかでもよかっただろう。あ、待って。俺 VS エソソ。ちょっと待って、これ、長期になるぞ。生ルマキ、いいね。エソちゃん、わかるだろ、さすがに。なあ、ま、あ、キシュ、あ、シュ難しいの、結構。さすがエソちゃん。あ、湯からでいいね、ゆで卵。うん。ゴー、なんか、ゴーヤとか、エソちゃん。あー、エソちゃん、ついちゃったって、それ。うん。が、ねえ、残念だな、エソちゃん。何買ってんだよ、これ。親愛なる同志諸君、動画の視聴、誠に感謝する。未だ、チャンネル未登録の者は、左のシンボルアイコンより、チャンネル登録をお願いしたい。君が動画を求める限り、コアラズゲームショーは、YouTube に存在し続けることを、ここに宣言する。